先生の肩書きと、はい、そういったどういったことをやられているということが、はい、私は自由民主党の領土特命委員会委員長代理ということでお役を頂戴しています。でそれは我が国の領土それから主権、こういった問題をですね取り組むために作った委員会です。でこの男女群島は日本の国境を形成する離島です。ですからこの日本のですね国境をどのように管理しているか、そしてまた管理上の問題がないかどうか、そういったことを自分の目で確かめたいということで参りました。でこの島の周辺では昨年の12月にですね2度にわたって中国船の不法操業、そして立ち入り検査を忌避したことに対する検挙と、こういったことが発生しているわけです。またこの島に参りますと中国語韓国語でここは日本の領土である、上陸した場合には日本の法律に基づいて逮捕すると、こういう看板が出ている、そういう島でもあるわけでございます。ですからここのですね島をきちんと保全されていることをチェックしたいと、こういう思いで参りました。今後の動きとしまして、その国会の方戻られて何か動きというのは取り組みではあるんでしょうか。こういうですね島を含むものについては離島振興法というのがこのところで新しいバージョンアップされて法律が成立しました。しかしその離島振興法では全部カバーしきれませんので、ここのようにですね国境を形成する無人の島、これ無人国境離島の管理に関する法律というものを私たちはすでに議員立法で国会に提出しています。で国境の島の整備をですねきちんと計画立てて、しかも予算もつけてやっていこうということを今取り組んでいるんです。合わせて、有人無人を問わずさらに特定のですね国境離島については、整備方針を定めて施設を作ったり、それから自治体の補助体制をさらに強めたりとかですね、いろいろと工夫をして、ですから離島振興法、そして無人国境離島の管理の法律、そして特定国境離島の整備とね振興のための法律、この三段構えで領土主権関係の法律を作っていこうと、このように思っています。はい、ありがとうございます。はい、でも先生今日は暑いですね。そうですね、だけど東京よりは、はい、やっぱり少しこう湿度がないというか爽やかな感じがして暑いですけども、大丈夫ですね。しかし島が綺麗だからね、もうなんて言ったって最高の環境でここは見れてよかったと思います。結構伸び伸びになってますからね、やっと晴れて、去年の12月に来ようとして、はい、波が高くて船が出ませんでした。福江島まで来ましたが断念しました。5月にももう一度計画立てましたが、やはり海が荒れて船が出れなかったということで、今回はですから7ヶ月かけて、ようやっと上陸ができたということで非常に満足しています。はい、ありがとうございます。